Hey, what's up? 英会話スクール、イングリッシュパートナーズのレイニーです。forgiveness。意味は、許すこと。他にも、えー、容赦、許し、それから、寛容などの意味もあります。こちら、名詞ですね。動詞は、forgive といって、こちらは、許すとなります。こちらのちょっと2つの違いを今日は一緒に見ていきたいと思うんですけれども、まず、forgiveness。このように使います。すべては許すことでしょう。 It's all about forgiveness. 素敵なフレーズですよね。私、このフレーズ大好きで、もう皆さんととてもシェアしたいと思いました。はい。それから、許してと言いたいときには、forgive me というふうにも言えますし、あの、あ、じゃあ、許すよと言いたいときは、I forgive you というようにも使えます。ちょっとお分かりいただけたかな ?forgiveness。意味は、許すことでした。出張英会話レッスンなら、イングリッシュパートナーズで検索、オンラインレッスンもやってます。